タピットはアメリカ生産、調教の競争場、シュボバ。主な勝ち倉に2004年のウッドメモリアルステークス、2003年のローレルフューチュリティ。競争場時代はアメリカクラシック三冠戦線の有力場の一頭と、みなされたが度重なる病気などでアメリカクラシック三冠の前哨戦しか勝てず引退。タネボバとしては数々の活躍場を送り出し、 2014年から2016年の北米リーディングサイヤーの座に就いた。決闘の良さを買われ、1歳時に、キーンランドオクトーバーイヤリングセールで62万5千ドルで落札される。2003年10月19日、デラウェアパーク競馬場でのメイドン競争でデビューし、2着に七橋に4分の散冊けて、勝利。2戦目の G3 競争、ローレルフューチュリティも、 度重なる不利をものともせずに着に四馬身四分の三差を付けてに連勝で重賞を初めて制する。当時の様子について担当休務員はいたずらと遊ぶことが大好きでデニスザメナスのようだ。しかしいざ走らせると別馬のように変わると評していた。三歳となった2004年初戦のフロリダダービーは勝ち馬から五馬身以上離された六着に敗れ、レース後に 肺感染症に罹患していることが明らかになる。一旦は回復し、ウッドメモリアルステークスを制して巻き返したものの、この際も感染症に加えて、足にできた腫瘍の影響もあり、満足のいく、状況状態ではなかった。3巻、第1戦のケンタッキーダービーは、スマーティジョーンズの急着に終わり、その後は、ベルモントステークスを目指し、 プリークネスステークスをも制して三冠に手がかかっていたスマーティジョーンズの強敵とも目され5月26日にはレースに向けた状況まで行っていたが肺感染症が感知していなかったことから出走を取りやめた夏になり一旦はハスケルインビテーショナルハンデキャップで復帰の予定だったが今度は喉の手術のため見送られる秋に復帰するも 復帰戦のペンシルベニアダービーで9着に終わり、このレースを最後に引退した。以下の内容は、イーカブイスの情報及び、記載法に基づく。引退後は、ケンタッキー州歴ントンのゲンズウェイファームで、種ボバ入りし、初年度となる2005年の種付け量は1万5000ドルに、設定された。2008年に初年度産区がデビューすると、いきなり、スターダムバウンドが、 ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズなど G1 競争三勝を上げて、エクリプス賞最優秀2歳品馬に選出される活躍で北米リーディングファーストクロップサヤー及び北米リーディング2歳サヤーとなった。その後も毎年活躍馬を送り出し、2010年に5万ドルに上がっていた種付け量は2011年に8万ドル、2012年からは種付け量が12万5千ドルと、 初年度産区がデビューした2008年からわずか4年で10倍に跳ね上がった。その後も毎年活躍場を送り出した結果、2015年の種付け量は前年の15万ドルから30万ドルへと倍増し、年間の種付け等数を最高125等に制限しつつも2018年までその価格を維持し続けていたが、2019年は22万5000ドル、2020年は レーンズエンドファームつなぎ用のクオリティロードと同額の20万ドルに落ち着いている。産区による年間最多収得賞金額も際立っており、2014年には2007年にスマートストライクが樹立した産区による北米年間最多収得賞金を10月31日時点で更新し、最終的には250万ドルほど上回る。 新記録で自身初の北米リーディングサイヤーとなった。以降、3区の最多収得賞金の主位の座を維持し続け、また幼駒も高値で取引され続けていることから、北米地域における競馬競争と競争場市場の双方で支配的な存在を示す守護場とも評されている。日本では競争場として輸入された3区に、フェブラリーステークスなどを買ったテスタマッタや UAE、 ダービーカチウマでアメリカクラシック三冠に解禁したラニなどがおり、守ボバ生活の初期においては、テスタマッタの獲得賞金が三加収得賞金額の大半を占めていたとも報じられていた。その他にもスターダムバウンドなどが繁殖品馬として輸入されている。G1 競争カチウマのミキサイ、タピットはアメリカの三冠競争の一つであるベルモントステークスに非常に強く、 例年のように上位に3区が名を連ねている。2014年に初めて3区が同競争に出走したが、2021年開催終了の時点で4頭の勝ち馬を出しており、2着と3着も2頭ずつ、さらに孫も一勝している。ベルモントステークス4勝は19世紀の大種ボバレキシントンに並ぶ大記録である。ありがとうございます。